何ページ？ちょっと待って。新約聖書ですね。ローマ人への手紙の8章の18節からね。8章の18節から30節までですね。私が偶数節を読みますので、皆さん奇数節をお読みください。新約聖書ローマ人の手紙8章18節。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで、神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の死ではなく、服従させた方によるのであって、望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで、共にうめき、共に海の苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。では、はい、そこまでですね。ローマ人の手紙の、8章ですね、学んでおりますけれども、8章18節ね、今の時のいろいろな苦しみ、いうことが書いてありますけども、時代によってですね、苦しみというものは違います。この1世紀の時代の、ローマ帝国の時代はですね、皇帝崇拝とか、そういうようなものがこの強制されてですね、クリスチャンたちが多くが殉教していったというか、聖書も燃やされたりですね、いろいろ迫害があった時代であります。で、日本においてもこの先週顕微式やりましたけども、江戸時代ですね、秀吉、また家康の時代ですね、においてはですね、本当に大きな迫害があったわけですよね。で、そういう地上で、このクリスチャンが生きていくということの中にはですね、いろんな苦しみや戦いがあるということが教えられますね。しかし、クリスチャンはそういう時にどのように生きたかと、ね、苦しみを逃れるためにですね、この信仰を妥協して、ね、もう偶像礼拝でも不動族でも何でもですね、へこへこですね、頭を下げていったかと
言うとそうではない、ね、本当にこの地上でですね、そういうこの名誉とか富を求めるのではなしにね、そういうものを失うようなことがあってもですね、将来ね、私たちに掲示されようとしている栄光を求めてね、この神様が約束されているこの天国のですね、大いなる祝福を求めてね、その時代の苦しみをね、耐え忍んで、この生き抜いたということですよね。でその辺がですね、本当にこう、まあ、人々の感動を呼ぶというかね、今なお長崎の五島列島のこの久賀島に、まあ、墓碑があるわけですけれども、まあ、そういう方をしていた人たちがね、この日本の歴史の中に存在していたというね、ことはね、本当にまあ素晴らしい、まあ、証であると思うんですね。でまあ、そういう意味で、まあ、この思想のアグロの地に、まあまあ、この時期にですね、クリスチャンの人たちが存在していたと、家族がいたということはですね、また一つのね、この歴史に、まあ、なっていくんではないかと、またこのその顕微式の記録をですね、まあ、小冊子にまとめてね、写真集のような感じで、まあ、子供たちに、この送ったりですね、まあ、親戚の人たちにも、まあ、父の死後は何もしてないわけですけれども、まあ、こういう形できっちりですね、まあ、毎週家族で礼拝守りながら、また顕微式ね、の儀式もちゃんとしてきれいに墓も守っていっているということをね、証しできたのではないかとね、まあいろんな、まあ、ことがまた新選組の人たちがですね、いろんなところで集まった時に話題になると思うんですけども、まあ、しかしまあどういうかその中でですね、私たちのことを、まあ、好意的に、まあ、話してくれる人もあるのではないかと思いますね。まあ、そういう形で、まあ、少しでもこのクリスチャンの生き方がね、こう人々に証しできたらと思いますね。8章19節には、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのですとね、まあ本当に、神様が天地万物を作れた時にね、このアダムが人類を代表して、ね、罪を犯して、そしてこの作られた世界がね、虚しくなったと、虚無に服したとね、いうふうなこの背景がありですね、まあそういう中でですね、この被造物自体を埋めているというね、そういうこの状態がありますね。まあこの広げて考えればですね、まあこの日本の地、やよろずの神を拝するね、罪に満ちた日本、またこの一部である、まあ、思想の地、またこのアグロの地というものがね、同時に、まあ、この虚無に服しており、ね、滅びの束縛の中にあるということを覚えるときにね、そういう中でですね、この神の子供たちの現れを待ち望んでいる、ね、この神の子供たちの栄光の自由の中に入れられるというね、21節ね、あるようにですね、まあ人間の目ね、この世間の目から見たらですね、なんかこう本当にキリスト教の墓碑が変わっとるなとか、何かこうまたこの世的な見方があると思うんですけども、本当にですね、この被造物自体のですね、このうめきとか叫びとかいう面から見るとね、本当にこのそういうものがこの大地にですね、まあ、作られたということはね、この、まあ、被造物自体もですね、この喜びの、また賛美の声を上げているということが言えるのではないかと思いますね。22節。私たちは被造物全体が今に至るまで、共にうめき、共に海の苦しみをしていることを知っていますとね。本当にですね、まあ、日本で、この、いればですね、まあ、日本の宗教があり、この神道があり仏教があり、
そしてまた初七日があり、この法事がありとかですね、いろんな中 でそれに背くということはね、外れるということは何かこう違法なような気がいたしますけれどもですね、しかしこの聖書から見るとですね、また被造物で世界から見るとですね、本当にそういうこの、まあ、偶像礼拝というか、本当の神様を知らずにですね、この偶像を拝んだり、またこうそういう祭りをしているということはですね、本当にこの被造物世界全体がね、うめいている、ね、苦しんでいるというね、この状態であるということですね。でそういうただ中でですね、二十三ですね、この御霊の初報をいただいている私たちね、イエス様を信じて、そして心の中にですね、聖霊を宿してね、それが何かこうね、縄代の苗のようにね、こう植えられている私たち自身もね、心の中でうめきながら子にしていただくことね、本当にですね、こう私たち、このもですね、罪の性質のただ中にこのイエス・キリストの御霊をいただいてですね、そしてこの体が贖われることをね、待ち望んでいるとね、ちょうどこう縄代の苗がですね、この苞をいっぱいにしてですね、収穫の時期を迎えるようにね、私たちの地上の生活というのはですね、この初穂のね、状態で、苗のような状態でね、そしてそれがですね、本当にこう、豊かなですね、この収穫、ね、実りを迎えてね、そしてこの天国でですね、その収穫に預かるというね、ことをですね、本当にこの、うめきながら待ち望んでいるというね、でここにですね、このクリスチャンの生き方がありですね、本当に今、墓碑にも、の聖書にも刻みましたようにね、生きることはキリストとね、死ぬこともまた益ですとね、本当に生きる意味と目的は、このキリストのようであることであるとね、このどんなに経済が変動があってもね、このバブルの時もあり、高度成長の時もあり、またバブルの崩壊の時もありとかね、今はまたこのね、いろんな震災や、ね、津波や、ね、放射能やといろんなことでですね、まあ世の中がですね、この混迷の状態にありますけどもね、ただそういう中にあってもね、私たちの心の中心ではですね、うめきながらね、イエス様のようにしていただくことね、そしてこの熟していくことね、体が贖われることね、永遠の天国で生かされることをね、待ち望んでいるというね、本当に揺るがないね、この希望の中にね、生かされているね、24節、私たちはこの望みによって救われているのです本当にですね、こう、まあ、ナチスドイツなんかのですね、アウシュビッツのですね、ああいうこう、映画とかね、そういう、見たりするとですね、本を読んだりするとですね、本当に希望という酸素がなくなったら人間はですね、もう早く死んでしまうと、こういうふうにね、書いてありますね。そしてまあそのアウシュビッツとかああいう収容所でね、生き延びてですね、この長寿を全うしたね、あのユダヤ人たちのですね、このことをですね、この調査した人たちはアンケート読むとね、本当にですね、この困難の中にあってもね、本当に絶望の中にあっても希望をですね、この失ってなかったというね、そういうこのまあ彼らの生き方というかね、だからこの生きるこの人生の見方というものがね、本当になんかこう目に見えるところだけで彼らは生きていないというね、だからそういう意味で25節ね、まだ見ていないものを望んでいるなら私たちは忍耐を持って熱心に待ちますとね、本当にまあ私たちは地上でまあね、このアグロ系をまあ受け継いで、そしてまた歩んでいくわけですけどね、しかしですね、この長い先にですね、この、まあ、この、望んでいるものは何かね、それはこの将来のね、栄光であり、ね、本当にこのキリストのように来て、キリストのように完成されることであってね、で、これはですね、経済状況とかね、いろんなものをね、超えてね、私たちにですね、この揺るがない、この希望の酸素をね、絶えずこの私たちにこの供給してくれているものであると思いますね。26節ね、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいますね。
本当にですね、私たちは罪の性質を宿し、ね、肉の性質を宿し、ね、弱さを持っているけれどもですね、しかしそのただ中でね、御霊がね、この言いようもない深いうめきを持ってね、祈ってくださっている、ね、考えてくださっている、ね、そして助言してくださる、ね、そういう、まあ、お方がね、私たちの心の内に、この住んでくださっている、ね、27節、人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かよく知っておられます、ね、本当にですね、この神様は人間の心のですね、自分自身でもわからないようなところをね、もう隅々までね、このあらわにされているね、探り極めておられる、知っておられるね、そういうお方であるね、そしてですね、この御霊はですね、神様のことをですね、この三位一体の神ですから知っておられるね、で神の御心に従ってね、生徒のですね、この願いとかね、心にあることとかね、自分でもこの、どう言いますか、知り尽くしていないところまでね、知り尽くしてですね、この生徒の願いと神様の御心を調整するように、この働いてくださる。ね。本当にですね、私たちの神様は上から命令してね、こうせろという神様なしにね、非常にまあこの対話的というかね、私たちの願いをね、また生き方を尊重してね、そしてこの取りなし、対話し、そして導いてくださる方ですね。28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて生きとしてください。ね。神様の大きな計画がありますよね。宇宙大のね、この非造物世界が全部あがなわれてね、本当にですね、あがなわれた新天新地をもたらす、ね、神の御心がです、完全に現れる世界をですね、この、用意しておられるんですね、そういう大きなですね、この将来の枠組みの中でですね、この現在の地上に生きる私たち、対してね、神様はですね、本当にですね、事細かにですね、心に働いてくださって、そしてですね、この神の御心に従ってね、この全てのことがね、苦しいことも辛いこともね、またこのいろんな難しいこともね、弱さも全部この働かせてね、この益としてくださるね、本当にこうジグソーパズルはですね、何か どこをどう組み合わせてそうなるのかわからないけどもですね、よくこうきちっと完成すればですね、素晴らしいこの絵が浮き出てくる、そのパズルですけどね、本当に私たちの、まあ、日常生活のね、いろんな小さなことからその小さなことからの、まあ、積み重ねですけれどもですね、それをコツ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 ね、本当にこう神様の前でですね、靴屋のマルチみたいにね、この朝店を開け、そしてこの店の仕事をし、また配達をし、帳簿をつけね、そしてまた一日が暮れていくというね、本当に平凡な毎日ですけれども、その中でですね、神様はいろんなことをね教えて、そして、その仕事の合間にいろいろですね、神学的な取り組みもさせてくださってですね、またいろいろ原稿も書かせてくださって、本当にですね、このそれを有意義にね、このキリスト教会のいろんな働きや、またこのまた家族や親戚の人たちに対してもですね、良い証のね、機会をですね、この告別式や献費式を通しても与えてくださるしね、でそういうことがですね、まあ直接的にどうなるか人間の心でわからないね、本当にどうしていったらいいかわからないんだけれども、神様はですね、その小さな試みをですね、この本当にですね、この何十倍にも祝福してね、この将来ですね、この親戚の人々の中にもですね、実りをね、与えていてくださるんじゃないかとね、そのようにまあ期待するわけですね。29節ね、神様はね、あらかじめ知っておられるね、イエス様が死にた人々を御子の形と同じ姿にね、定められたね、で私たちの生きる本質的なね、目標、最終目標はね、それは御子の形と同じ姿にね、変えられていくことであるとね、本当にですね、こうどう言いますか、この墓碑の聖書にも書きましたけどもね、生きることはキリストとね、絶えずイエス様
ね、目の前に置いてね、イエス様と共にね歩んで、そしてイエス様のようにですね、この十字架のような苦しみとともにですね、復活のよみがえりの命を経験しながらですね、そしてこの神の人格に似せられていくですね、そのようなところにですね、最終目標を置きながらですね、この歩んでいきたいと思うんですね。本当にそこにこの徹することによってね、このどう言いますか、あの小冊子にも書きましたけどもね、アグロ家の墓碑の前に立った時にね、本当にそういう風な生き方をしたクリスチャンたちがいたなとね、そして、まあ願わくばね、子供孫ひ孫とね、クリスチャンの一族としてね、本当に末永くですね、この、まあ、世の光、ね、地の塩となってですね、この地域をまた日本においてね、明かしし続ける群れとしてね、この神様にね、生かされていってほしいと思うんですね。これらと心に留めながら、お祈りの時を持ちましょう。